県警は昨日、佐渡市の太鼓芸能集団鼓童をノードラック大使に任命しました。今月20日から全国一斉で薬物乱用防止を呼びかけるダメ・絶対・普及運動が始まります。県内では今年5月末までに大麻の所持などにより去年より3人多い16人が検挙されていて、このうち30代未満が6割を占めています。ぜひ若い人たちにはそういったものには絶対手を出さずに、もっと楽しいことが太鼓も含めてあるので、ぜひ汗を流して音楽をしたりして、そういったことで楽しんでもらえたらなと思います。鼓童は今後専門学校と協力し薬物乱用防止を呼びかける動画を制作する予定です。